はい、どうも、うみです。今日もおとぎりさんとお酒飲むだけというゲームをやっていこうと思います。はい、では続きからやっていきましょう。前回は2つエンド見ていったんだよね。多分残り4つぐらいエンド残ってるので見ていきたいんですけども、前回はたくさん酔わせたんか、この 7% とかね、アルコール度数高い方を飲んで。だから酔わせないエンド見てみようかな。軽酔いからいくか。ピンクサワー美味しそう。ええ、お酒の入門にはちょうど良いと思いますよ。では乾杯。あ、おとぎりさん、これビール？あなたビール飲むのね。大人ね、ビール飲めるんだ。成人おめでとうございます。あ、成人したからそのお祝いで飲んでたね、確か。甘くて美味しい、ジュースみたい。あ、そういえば1個ずつ上がってる。え、おとぎりさんビールで1個しか上がらないんだ。ええ、ですがちゃんとお酒なので飲みすぎないように。はーい。おとぎりはビール？そうですよ。気になりますか？ちょっとだけ。あ、え、これの、いいんすか？飲んでみます。関節キスっすけど。どうしようかな。え、関節キスっすけど、いいならもらおうよね。もらうしかないよね。もらう。じゃあもらう。はい、どうぞ。よっしゃ、関節キスいただきました。おとぎりから缶を受け取り一口飲んでみる。う、ダメですか？よくわかんない。苦いよね。美味しくないよね。私もビール飲めない。まだ子供ですね。うわ、煽られた。子供扱いがなんだか気に食わなくて、そのままビールを一気に、なんとかってしまった。ビールって喉越しってやつを楽しむんだっけ？やっぱりよくわからん。喉越しって何なの？なんかさ、CM とかで飲んでるね、ビールはすごく美味しそうに見えるけど、実際に飲むと全然美味しくないんだよね。あれなんで？大丈夫ですか？もう子供じゃないよ。そうでしたね。なんか負けた気がする。かわいい、あやみちゃんかわいい。でもビールいつか飲めるようになるのかな、私も。まだ飲みますか？うん、飲む。次はおとぎりと一緒のがいい。一緒ですか。このチョコリキュールはミルクで割ると甘くて美味しい。あ、なんか言ってたわね、チョコリキュール。あとウイスキーなんかもありますが、これは私の趣味なので。はいはい。ね、どうしようかね、どうしようかね。前はウイスキー飲んだんだよね、確か。だからチョコレート行ってみるか。はい。わかりました。これ美味しいのかな。これ、本当にお酒？あ、一つメーターまた上がったね。そうですよ。甘くて美味しい、スイーツみたい。へえ、ミルクで割る系はどれもスイーツみたいですよね。ココナッツのリキュールなんかも美味しいですよ。へえ、全然飲んだことない。また今度買っておきましょうか。うん、ありがとう。大人はずるいな、こんな楽しみをいっぱい持ってたなんて。これ好きかも。ありがとね、おとぎり。ふふ私もいろんなお酒飲んでみよう。なんで笑うの？変わらないなと思いまして。チョコ昔から好きですよね。あ、そうなんだ。そうだっけ？別に特別好きというわけでもないが、幼い頃の私が好きだったのか。もしかしてこれは私のために用意したのだろうか。おとぎりさん、それは嬉しいけれど、なんだかずっと子供のままと言われているようで、少しもやっとする自分もいる。少し困らせてやろう。何？セーブして。手を握るか。ちょっと、触ってみよう。おとぎりの右手は無造作に机の上に、離られていた？私はそっと彼の右手へと手を伸ばす。お、いいじゃん。いい表情するね。触れれば彼はビクッと全身を震わせて、こちらを見た。引っ込みそうになった手を逃すまいとしっかり握る。いいね。その、ちょっとムッてした顔好き。ん？何ですか急に。人肌恋しくなっちゃって。随分と雑なことを言ってしまった。これは逃げだな。はあ、あまり人前でお酒を飲まない方がいいですね。あ、じゃあおとぎりの前ではいいってこと？特別？特にアルトの前ではダメです。あ、これね、前回誰ってなってたんだけど、この制作者さんのゲームの前作のね、お話に出てきた人らしいです。なんでおとぎりがそんなこと言うの？パパだから？パパじゃない。俺はお前を心配して。おとぎりにしかしないよ。だからそういうのはどこで覚えたんだ？ドキッとした？さあどうでしょうね。はあ、恐ろしい。おとぎりは新しい缶を開けて、くっと豪快に
これなんて読むんだろう。音切れがちょっと酔ってる。あんま酔わせるつもりないのに。それ結構強いお酒じゃない？少しは彼の調子を崩せたのだろうか。大丈夫、音切れ。私酔わせるつもりで言ってないのにな。なんだかすごくちょうど良い感じに飲んでいる気がする。もう顔がエッチになっちゃってるけど。けれどなんか色気に欠けるな。あなた、アルトとはどうなんです？アルト？なんで急に？あれはあなたと年が近いでしょ？へー、年が近い。だから、仲良くしてるよ。それはどういう意味でですか？なんか怒ってない？嫉妬してない？どういう意味って。ああ、もうまどろっこしいな。だから、アルトと恋仲なのかって。人、あれば、君、アルトさんなのね。アルトさん、こんにちは。ちょっとあれだね。こっちも悪そうな男ね。呼んだ？急に来たじゃん、マジで。はっ？アルトだ！音切りとあやみちゃんが飲んでるって聞いて、来ちゃった。どこから聞いた？勝手に施設内を歩き回るなと、あれほど。どうやって部屋を出た？施設に入ってるのかな？人間はみんな退勤してるから大丈夫でしょ。昼、担当さんにルームキーちょうだいって言ったらくれた。ああ、また一人ダメになりやがった。アルトは人間を魅了する特別な力を持っている。へえ。けどその力は様々な研究の結果、少しずつ弱まって、どんどん人間へと近づいてきていた。だからこれは単純にアルトが職員に可愛がられているだけだ。なるほど。それはそれで問題なのだが。アルトも一緒に飲みたいの？うん、いいかな。このアルトとあやみちゃんもいい雰囲気だったりしたのかな、前作は。ダメです。いいよ。ね、音切り。ああ、最悪だ。ありがとう。ねえ、音切りさんはね、あやみちゃんと一緒に飲みたかったの。何が起こってる？何が起こってる？両手に花になってる。な、肩に手回してる。ちょっと、あると、距離近いよ。おい、肩を抱くな。あやみ、こいつの前では服をちゃんと着なさい。音切りが私の肩から落ちたパーカーを引き上げる。いや、なんか、二人とも近くないか？アルトが私の耳元に顔を寄せる。音切りは負けず嫌いだからね。こうやって抱きつけるんだよ。なるほど。近い、あやみから離れなさい。いいじゃん。音切りいいじゃん。嫉妬してるじゃん。そしてそのまま帰れ。やだよ。もう手を出してたらさすがに空気読もうかと思ったけどさ。音切りがヘタレでよかった。誰がヘタレですか。でも俺、そんな音切りが好きだよ。ライバル来ちゃった。ずっとそのままでいてね。バカにしてるでしょ、お前。バカに？よくわかんないや。俺もう酔っちゃったみたい。嘘、つくな、嘘。なんやかんやで仲いいな、この二人。音切りは俺を信じてくれないんだ。悲しいな。傷ついたからお詫びにこれ飲んでね。いいね、なんかこの三人の仲いい感じ。ちゃんと冷やしてきたよ。アルトがテーブルに瓶を置く。どこから出した？これはテキーラという、テキーラ！また凶悪なものを。音切り酔わないと、ちゃんと本音話してくれないからな。この間もね、あやみちゃんのこと、余計なことを言うんじゃない。何？ちょっと聞きたい。私のこと？なんだろう、気になるじゃないか。じゃあ直接話してもらおっか。あやみちゃんも一緒に飲む？無理だったら音切りに飲んでもらえばいいよ。じゃあ少しだけ。こら、こんなもの飲んだら何もわからなくなりますよ。わかんなるくらいがちょうどいいよ。何音切り、ちょっと聞かせてよ。まあもし忘れちゃっても俺が全部覚えてるからさ、大丈夫だよ。アルトは強いんだね、先に。お、エンドさん、三人仲良く、はい、これはこういうエンドなのね。二人とも全然メーターね、3ぐらいしか溜まってないから。なるほど。アルトって人もいいね。前作がちょっと気になる。はい、では次のエンド見ていきたいんですけど、さっきここでもらおうしたんだよね、ビール一口。だからもらわないやっていこうと思います。まだちょっとやめとく。まだ自分のキャパもわかっていないのだから、むやみに飲みすぎるのも良くないだろう。音切りに似てあんまお酒強くない可能性があるし、今日潰れてしまっては意味がない。そうね、落とさなきゃいけないからね、音切りを。そうですか。まあ無理するものじゃないですからね。ゆっくりといろいろ試してみるといいです。うん、ありがとう。あ、でもそれ飲んで関節キスしとくのもありだな。そんなこと言ったらもうくれないよ。何を言ってるんですか。やべ、つい心の声が。
なんか最近本当にあけすけすぎません？やっぱり言葉にしてちゃんと伝えるのは大事だなと。うん、そうよ、大事よ。言霊とかあるからね。限度がありますって。仕方ないでしょ、遠回しだとあなたスルーするんだから。しかし関節傷、今更になってもったいなく感じてきた。やっぱり飲んでみようかな。ちょうだい、おとぎり。あ、やっぱあげ、あ、まあくれないよね。あげないです。もう関節キスが目的になってるから。はあ、あんまり大人をからかうんじゃありません。おとぎりは目をそらしてビールを一気に。うらら、呆れてる？ちょっとは動揺してくれてたら嬉しいんだけど。いや、こんなすました顔してるけどね、絶対動揺してるよ。じゃあ次、まだ飲みますかで、またチョコリキュールにして、はい、ここで見つめるをやっていこう。さっきとは逆ですね、全部選択が。何ですか？別に。しばらくおとぎりを見つめてみる。おとぎりは、いぶかしげに眉を寄せた後、負けたとでも言うように、ため息をついて目をそら、ああ、目そらした。髪が伸びましたね。そうだね。私が髪を伸ばすことをおとぎりはあまりよく思っていないだろう。え、なんで？どんどんお母さんに似ていくから。あ、なんか言ってたね、前回。お母さんがなんか初恋の人に似てるみたいな。それに綺麗になりました。うん、ありがとう。直接言葉にして言ってくれるのは珍しいな。ちょっと嬉しい。この頃少し怖いんです。怖い？何か間違いが起きてしまいそうだ。え、いいんじゃない？これはそういう意味と受け取ってもよろしいか？大歓迎です。バカなこと言うんじゃありません。思っていたよりも彼は私を意識してくれているのかもしれない。つい気持ちが高ぶって新しいお酒を開けてしまった。う、酔いが回る。いいじゃん。え、意識してくれてるの？嬉しいよ、こっちとら。なんだかすごくちょうど良い感じに飲んでいる気がする。はいはい。あなた、アルトとはどうなんです？あ、ここでもアルトの話はされるんだね。アルトと恋仲なのかって。あ、来た。あ、またアルト来たけど、あれ、これエンド変わらない？もしかして。あ、やっぱこれエンド変わらないんだ。はい、では次、アルコール度数が高い方をまず飲んでいこうと思います。その後、チョコレートリキュールを飲んでみようかな。その選択はやってみたことないんで。自分で飲む、おとぎりに飲んでもらう。これ前私おとぎりに飲んでもらったよね。これ自分で飲んでみようかな。はい。おとぎりを潰しても良くないしな。これ見てないもんね。頑張って飲もう。アルコールの刺激が直に。まずいな、一気に酔いが回る。あ、やべえ、あやみちゃんがめっちゃ酔ってる。無理に飲まなくても。じゃあおとぎりが飲んでくれるの？嫌です。白状者、おとぎりなんて知らない。こら、そんな一気に飲むもんじゃありません。おとぎりは今日もかっこいいね。情緒どうなってるんですか、かわいい。酔いの勢いに任せて言ってみた。ドキッとした？はいはい、お水飲みましょうね。なんで？お水美味しい。ちょっとだけ酔いが覚めた。これは恐ろしい飲み物だ。お酒の後のお水、いいね。けれどたったこれだけで酔えるのはコスパがいいというのも理解できてしまった。はいはい。じゃあその次、チョコレートリキュールだね。うん。なんか変わってる気がする。なんだこの BGM。はっと目が覚める。いつの間にか寝てしまったようだ。お！全然違うね。つい飲みすぎちゃったな。失敗。寝落ちしちゃったんだ。おとぎりはいない。帰ったのだろうか。いやでも彼の白衣が部屋にある。なら、あそこかな？なーにー、ちょっとタバコ吸っちゃって。タバコも吸うのね。おや、起きてしまいましたか。やっぱりタバコだ。はは、バレましたね。体に悪いからほどほどにしなね。ええ、そうですね。これで最後にします。今日でタバコとはお別れ。そうなの？最後？タバコ自体をやめるってことだろうか。なんで？随分と思い切りがいいな。何かあった？何もありませんよ。何もないと気づいてしまっただけです。私には言えないこと？そういうわけでは。いえ、ちゃんと言葉にしておきましょうか。これはささやかな事象であり、過去への妄出です。あの人が胸にいる限り、私はあなたと正面から向き合えない。あの人ってのは初恋の人かな？あなたにあの人を重ねてしまう。お母さんの話をしているのだろう。あ、やっぱお母さんが初恋の人なのか。このあやみちゃんのお母さんが。ああ、そっか。おとぎりのタバコってあの人が吸っていたやつなのかな。彼はタバコを吸うたびに私のお母さんを思い出していたのか。やだな、知りたくなかったかも。あれ、でもそれをやめるって。
叶わぬ思いにとらわれるのは終わりにしようと思いまして。誰も幸せにならないので、お母さんはもう死んじゃってるとかなのかな。だから最後なんです。私の神様とは今日でお別れです。ねえ、それってつまり。さて、戻りましょうか。思いを断ち切ってあやみちゃんのことをもうちゃんと向き合うってことなのかな。おとぎりはタバコの火を消す。そうして私に向けた視線はこれまでどこか何かが異なる気がした。おなんですか、なんですか、なんですか、それどういうことですか。今日はもう遅いですから戻ったら片付けて寝ましょうか。寝ちゃったから眠くないのに、あ、また子供扱いしてる。ふふ、ではどういう扱いがお好みですか。あなたの要望に合わせましょうか。なんか変な感じ、まあよさしいね。なんか吹っ切れたような妙な余裕をおとぎりから感じる。子供扱いなんてしませんよ。もうしてあげます。あなたもそれを望んでいたようですから、これからゆっくり向き合っていきましょうか。エンドに変わる視線。急におとぎりさんが急に何なのマジで男になった急に。ありがとうございます。はい、次のエンドに向かってるんですけど、最初に軽酔いを選んで、次ウイスキーを選んだ選択肢にしてるんですけど、これ変わるかな。そろそろいい時間ですね。あまり遅くまで座るのもあれですから、お開きにしましょうか。あ、これ見たことない気がする。もうどうしよう、何の成果も得られていません。立ち上がろうとするおとぎりの手をとっさに掴んだ。こら、話しなさい。やだ、子供ですか。違うよ、私二十歳になったもん。成人のお祝いもらってない。お、何？ああ、何が欲しいんです。いいですよ、聞いてあげます。チューしてよ、おとぎり。ほぉ、は？ほっぺでもか。ちょっとだけ逃げた。肝心な時につい逃げるところ、この人に似てしまったな。反省。せっかくのお祝いなんです。もっといいものがあるでしょ。いや、もうそれが一番なんよ。おとぎりさん、何でも買ってあげますから、少し冷静になりなさい。やだやだ、チューがいい。それ以外受け取る気ないから。じゃないと返してあげない。目をそらしたら負けな気がした。無言のまま見つめ合うこと数秒。先に根負けしたように、おとぎりが大きくため息をつく。してくれる？観念しましょう。こっちおいで。本当にいいの？なんであなたが驚くんですか？絶対何らかの形で交わされると思っていた。まあ、おとぎりもね、だいぶ酔っちゃってるからね、これ。想定外の返答に思考が停止してしまう。いらないんですか？いります。心変わりされるといけない。急いでおとぎりのそばへ寄った。いいの？何その指？何ですか？おとぎりは何とも言えない複雑な表情をしている。呆れられてしまっただろうか。バカな要求をした後悔が今更になって襲ってくる。わがまま言ってごめんなさい。かわいいわがままよ。本当ですよ。でも言いたいことを溜め込むよりはずっといいです。じゃあもっとわがまま言っていいの？本当はもっといろんなことしたいんだけど。そうね。こら、今日のわがままはこれで締め切りです。ちゃあ、チューは？そっと肩を抱き寄せられる。まあそれはそれでいいけど。チューは？爽やかなレモンと少しのタバコの匂い、私の大好きな彼の香り、そのまま髪に優しいキスが落とされた。髪か、髪？すみません。今はこれが私の精一杯なんです。ちゃんとしたお祝いはもう少しだけ待ってもらうことはできますか？私の肩を抱く彼の手が少しだけ揺れて、もう緊張してるのね。おとぎりさんもね、ピュアね、かわいい。彼なりに精一杯寄り添おうとしてくれた結果なのだろう。だから今日はこれで満足してあげることにした。うん、待てるよ。私、あなたに似て一途で執念深いの。は、そうですか。まったく、耳の痛い話だな。エンド1、小さな一歩。いやでも、ちょっとは前に進んだんだね、おとぎりさんもこれは。でも、髪にキス。かわいい。かわいい。かわいいわ。ピュアすぎて。ラストのエンドってどうやっていくんだろう。とりあえず、アルコール度数ちょっと高めの飲んでみて、あやみちゃんをめっちゃマックスまで酔わせてみるとか？自分で飲む。あんまあやみちゃんがマックスまで酔ったことないよね。
え、これでウイスキー飲んで、密着、これどっちがいいんだろう。密着で行ってみるか。これ変わるかな。結構飲んでましたが、大丈夫ですか？あんまり大丈夫じゃない。ふふ、あまりお酒は強くないみたいですね。あの人に似て強いかと思っていましたが。あれ？あの人って、こんな会話あったっけ？お母さんとお酒飲んだことあるの？そうですね。私が成人した際にもこうしてお酒の飲み方を教わりました。なんかこの人、私よりもずっとお母さんに可愛がられていたような気がするな。まあ、今の私は気にしないけど。でもこの場で他の女の話をされることは少しムカつくので困らせてやろう。おとぎり、眠い。これ絶対見たことないよね。はいはい、もう寝なさい。二人ともいい感じにめっちゃ酔ってるし、片付けはしておきますよ。もう動けない。ベッドまで運んで。手のかかる子ですね。抱っこをねだる幼子のように、おとぎりへ両手を伸ばす。彼は少しだけためらった後、大きくため息をついて私を横抱きにした。いいじゃん、お姫様抱っこ。お姫様抱っこできるんだ。ちょっとドキッとしちゃった。首にぎゅっと抱きついて彼を見上げるけれど、目を合わせてはくれなかった。そのまま毛布をめくり、優しくベッドへ横たえられる。うわー、おとぎりさん。おとぎりさんもいいし、あやみちゃんのこの表情もいいね。ほら、もうベッドですよ。私はここまでです。やだ、一緒に寝ようよ。わがまま言うんじゃありません。もう子供じゃないんですから。わかってるよ。子供じゃないから言ってるの。帰ってほしくない。あまり男の趣味がいいとは言えないな。あなたが言うの？それ。ま、私もそう思うけど。一生お母さんの話するし、こっちのアプローチ無視するし、へたれだし。一生お母さんの話は嫌だな、結構。まあしょうがないか、初恋だもんね。こら、なんてこと言うんですか。事実でしょ。ああ、そんなひどいことを言う人とは一緒に過ごせません。嘘、冗談だってば。半分くらいは。どうだか、いいところいっぱいあるよ。不器用だけど優しくて、精一杯私を愛して守ろうとしてくれた。いや、おときりめっちゃいい男だよ。そんなあなただから私は好きになったの。きっとあなたが私をその腕に抱いてくれた瞬間から全部始まってた。20年分の純愛、ちゃんと受け止めてよ。今のはちょっとグラッときました。お、おとぎりは困ったように笑いながら私を見つめる。そして数秒の後、私から離れようとしていた彼の肩の力が抜けた。観念しましょう。私の負けです。いいんすか？今夜だけはそばにいます。特別ですよ。ただし一緒に寝るだけです。一緒に寝る。やったー。喜びすぎですよ。やはりちょっと照れくさいですね。お邪魔します。どんな感じに寝るの？そう言っておとぎりはベッドの中へ入ってくる。ついに勝ったんだ。なんかテンション上がったら急に酔いが回って楽しくなってきた。えいは？何？あ、調子乗っちゃってるね、あやみちゃん。おとぎり、ついにかかったね。おい、くっつきすぎだ、バカ。一緒のベッドで寝るんならこれくらい普通だよ。意外と筋肉ついてる。いいですね。ちょっと、変なとこ触んな。寝るだけって言っただろ。そんな子に育てた覚えはありません。そんな釣れないこと言わないでさ、もっと楽しいことしましょうよ。だってあやみちゃん、これが目的だったもんね。さっきまでの真面目な感じはどこ行ったんですか？なんか急におじさんみたいですよ。今だって真面目にスケベしているが。声でっか。今のすんごい大音量で言ってたの？出始めに軽く全身くすぐっちゃおうかな。こちょこちょ。こいつ、たちの悪い酔い方しやがる。こら、やめ。これから先のことはあんまり覚えていない。けれど次の日は朝からおとぎりに3時間説教されて、お酒はしばらく禁止になった。あとおとぎりの首周りは、なぜかいろんな後で真っ赤だった。一体私は何をしたんだ？のお酒に飲まれて。完全に飲まれちゃったね。やった、バッチゲットしました。全エンドこれで回収か。やったー。はい。でもなんかね、あと一個ね、こうエキストラっていうのがあるんすよ。このエキストラっつうのはどこで見れるんだろうか。来た、エキストラやってきました。エンド1から5を全部読んだ上でエンド6を回収するとエキストラに行くらしいです。はい、ここからだね。
エンド6をちょうど今ね、全部読み終わった後にまだ話が続いてるんですよ。目が覚める。あやみはまだ眠っていた。あー、やってしまった。これ、音切り目線もしかして。いや、今更後悔しても仕方がない。酒の勢いもあるが、それだけではない。決して。俺はこの子を愛している。それが屈折した愛情であることも自覚はあった。それは歪んだ崇拝と独占欲。俺はこの天使を汚すこと、汚すことなく、ずっと手元に置いておきたかった。あやみはその感情を知っていたのだろうか。鋭い子だ。きっと気づいていただろう。それでもこの子は俺を選んでくれた。そのことがどれだけ嬉しかったか。うわぁ、こんなこと考えてたんだ。この子が成人して自分の心に整理をつけたら、いつか向き合おうと思っていた。一人の人間として、異性として。それが想定よりもだいぶ早まってしまっただけだ。臆病な俺にはこのくらい強引に手を引かれる方がちょうどいいのかもしれない。忌まわしい記憶がある。かつていた地獄で受けたひどい惨めの記憶？ん？幼いながらにその行為は己の尊厳を奪うものであると理解をしていた。だから俺はこの子に触れることが一線を越えるのが怖かった。それ以外にも色々と複雑な感情はあったが、触れることであの記憶が蘇るような気がした。そうなれば俺はきっとこの子を拒絶してしまうと思った。これも前作見てたらわかるのかな？その拒絶はこの子をより傷つける。まあ結局は杞憂だったのだが、20年あっという間で、けれど重すぎる時間だ。いつまでも過去に囚われているわけにはいかないな。隣の彼女を起こさないよう、そっとベッドから出て服を着る。片付けをしながらこの先のことを考える。こうなった責任はしっかり取るべきだろう。早速プロポーズはさすがに早すぎるか。でもあやみちゃんは喜ぶよ、絶対。まずはゆっくりと恋人としての仲を深めて。20年も一緒にいるのだから、今更深めるような仲はあるのか？まずい。恋人ができた時の手順を俺はまるで知らない。恋人らしいことをたくさんすればいいよ。あとこういう時は親への挨拶も必要というが、そういえばこの子の父親は一体どこにいるのだろう。やっぱお母さんって多分いないんだよね。生きているのだろうか。しかし今日まで何の動きも影もないのだ。生きていたとしてもろくな父親ではないだろう。考え事をしながらゴミを捨て、コップを片付け、折りたたみ式のローテーブルをしまおうとクローゼットを開ける。あ、勝手に開けるのはまずかっただろうか。反省だ。今後に生かしていこう。ローテーブルをしまうために中のものを少し動かした時、奥底へ隠すように置かれたファイルが目に留まった。なんかお父さんに関係するんじゃない？汚染型の遺伝に関する研究レポート？何それ？あやみの母親の字だ。お！あの人の残した資料はすべて目を通した。けれどこれは知らない。なぜこんなものがあやみの部屋に？なぜか見るべきではないと頭で警鐘が鳴っている。こういう時は必ず俺にとって都合の悪い真実が襲うのだ。何？かつての俺なら見ていない。けれど今の俺は現実と向き合うことの大切さを嫌というほど理解している。だから俺はそれを手に取り中身を見た。え、何？忌まわしい記憶がある。思えばあの頃から自身を守るための気づかないふりが上手くなってしまった気がする。俺は必死に目をそらした。そして忘れようと必死だった。ただ恐怖と屈辱、そして不快という感情だけは色濃く残っている。相手なんて見ていない、見えないようにされていた。そういえばあれは一体何のための行為だった？え、待って、何の話かわかんない。全然。俺の娘？世界が、神様が、天使が、俺の見ていた楽園が崩れていく。え、そうか、忘れていた。ここは地獄なのだ。俺は最初から救われてなどいなかった。娘？あやみちゃん娘？胃からせり上がるものを感じる。あ、やはり見るんじゃなかった。真実なんてろくでもない。何もかもが遅すぎる。線は塔に踏み越えてしまったというのに。え？え？エキストラエピソード？すべて後の。え、ちょっと待って待って。え、ちょっと待って。え、これ、そう。あー、ログなかったか、ないか。え、ちょ、待って。え、そういうことなのかな？おとぎりさん。あやみちゃんのお父さんはおとぎりさんだったってこと？この二人、親子ってこと？え？すべて後の祭り。え？
待って、それだったら怖すぎる。え、だってさ、もうやることやっちゃったんでしょ。うわ、その後にその真実を知ってしまうっていう、え、マジで怖すぎる。え、そういう話だったのこれ。最後の最後で真実、やっばい真実突きつけられたんだけど、うわー、これ前作がすごい気になるな。え、本当に親子ってことなのかな。やばすぎる。それだったら、おとぎりさんのこと大好きだけど、さすがに血のつながった親子だったらきついよなー。